YouTube 里崎チャンネルほぼ毎日更新中です野球好きのあなた野球の面白さ毎日語ってますぜひ見てください最初に告知ですえ今日7月31日ロッテ対楽天戦、えー、千葉テレビで里崎解説します千葉テレビ マリーンズナイターえ試合開始は18時今日のチェックポイントはロッテ石川が今季初勝利なるのか元同僚の鈴木大地がその夢を打ち砕くのか千葉テレビ視聴区域にある皆さんはぜひロッテ対楽天戦千葉テレビマリーンズナイター佐々木智也の解説でご覧くださいチェック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 さあそれではもう今日はいきなりいきます 長くなっちゃうんでじゅっと短くして里崎、えー、が気になった要点をまとめた7月28日から30日カー・スイ・モク3連戦総チェックいきますまず日本ハム対オリックス28日5対1日本ハム29日6対2日本ハムそして30日7対3日本ハムとカー・スイ・モク日本ハム3連勝ということで日本ハム対オリックスは、えー、ちなみに。 5試合しかないんで、あと2試合ですね、あの、日曜日が、えー、ないというところで、まあ、オリックスもね、ここ踏ん張りどころですね、ロッテ戦と同じように、ドイツカードを全敗してしまうとなかなかね、えー、今後厳しくなりますから、そういったところでまあ見ていきましょう、火曜日、5対1、日本ハムということでね、まあ、日本ハムはね、もう中田が2ホーマー、5打点。グッツ まあ、ナイスホームランしかも噂沢が413日ぶり白星ということでね7回106球7安打4三振2四球1失点ということで内容はですね、まあ、100点ではなかったですねまあでもまっすぐス,、えー、スライダーツーシームフォークカットカーブと、えー、まあなんとかねまとめたここ一番低かったかなというところでねまあまだまだ噂の能力からすればもっといいピッチングがねできるかなというところでまあ投球自体はね70点ぐらいの感じかなと、えー、もっともっとねいいピッチングできるんじゃないのかなというようなねピッチング内容見え オリックスからするとね、まあ、あの7回ぐらいに、ね、ツーアウト、一、二塁で、ね、ピッチャー交代してにしね、で初球、インコースの、ね、ストレート狙い、逆球になってね、スリーランホームランを打たれるっていうところになりましたけども、ベンチサイドはね、バッテリーの工夫が足りない人ね、いうような声が出てましたけどね、まあ、キャッチャーの僕から言わせれば、ですね工夫が足りないって言っても、インコースの結構厳しいところ構えてるのに、ど真ん中投げられたらもうどうしようもないっていうね、えー、バッテリーの工夫が足りないっていうよりも、ピッチャーの意識が足りない。 とといいいいう風に、ね、言ってもらいたいなと思いますね僕も現役の時に、まあね、どこの人たちも結構使いますけどねバッテリーの工夫が足りないっていってねいろんな人よく使いますけどいつもそうやって思いましたねこっちはやることやってるよみたいなね、えー、キャッチャーとしての個人的見解です、まあ、そしてねこの中田ねこの試合1打席目チェンジアップねショートゴロで次チェンジアップホームランでカーブサードゴロストレートホームランということでね全体的に引っ張り傾向 えあったかなっていうところを考えると、まあ、そのバッテリーの工夫が足りない、確かにっていうところもね、あるんですよね。まあ、初球、インコースっていうね、えー、ショートゴロ、レフトホームラン、サードゴロ、レフトホームラン、全体的に打席、引っ張り傾向だったんですよね。でそこでピッチャー変わって、いきなりインコース、ストレートっていうのは、ちょっと酷だったかなと、えー、アウトコースから慎重に、ね、入ってもよかったんじゃないのかなっていうところはね、全体の中田の打席見ながら、ちょっと引っ張り傾向あるのになっていうところはね、まあ、工夫が足りないと言われても仕方ないかなっていうところはね、ありましたね。あと6回表ね がねライトマイヒットで一死一二塁胸がねホーム狙って余裕でアウトっていうところでねこの一死一二塁からねこの T 岡田のライトマイタイムリーでベンチはね胸のスタートが遅れたのかなっていうようなコメントを出してきま,出し,てましたけど胸のスタートが遅れてんだじゃあストップじゃないのって思っちゃうんですよねそれが分かってるのに回すこともないですよねしかもそこでワンナウト満塁になってればね ロドリゲスで、まあその時点でね、1対2と1点差だったんで、まあ最低でも追いついたか、もしかしたらね、逆転もありえたかっていうところもあったところで、ツーアウトだったらね、まだ分かるんですけども、あの展開で回す、しかもベンチもね、あの胸のスタート遅れたんちゃうかっていうところがね、見えてるんだったら回す必要なかったんじゃないのかなと思いますしね、まあそのね、胸のスタートが遅れたっていうところで、胸の走塁がね、うまくできなかったっていうところは、胸も反省しなきゃいけないところですけど、でもそれが絶対回さなきゃいけない理由もないんで、そういったところをね、若干 ベンチの目線とのちぐはぐさ感っていうのは見えたかなと思いましたね、えー、そして、えー、水曜日6対2で日本ハムということでね、まあ、オリックスはね6回表1・1・3塁ね足達が牽制アウトねリクエストしましたけども逆疲れた時点でアウトねそこをバッと。 っていうね、同点になってたら展開変わったんじゃないのかな、だからまあ、前の試合と一緒っすよね、ちょっとミスでまたね、だからあの、ロッテ6連敗した時もね、自滅みたいな感じでしたけど、今回の,、ね、この火曜日、水曜日もミスでね、チャンスを自分たちで潰して同点に追いつくチャンス、もしくは逆転になるチャンスっていうのを自ら潰したかなっていうところはまあありますね。ままああでも、も、オリックスもいいところ、りますよ、ね。 佐野5回表、ボテボテのピッチャーゴロを打った瞬間、どん詰まり、あれ内だ、内野安打。しかも7回表、サード内野安打ね、足早すぎ、いや、早い早いとは思ってましたけど、あれがね、日本政府になるってことは、やっぱ相当足早いなというところはね、改めて感じましたね。まあ、日本ハムで言えばね、ここで水曜日勝って2連勝っていうところですけども、まあ、宮西がね、700試合当番うーっ プロ野球史上17人目ナイスピッチンもうひょっとしたら岩瀬さんのね先試合もこれもいけばいけるんじゃないのかなっていうね期待も込めて頑張ってほしいな、えー、そして日本ハム7回表ねロドリゲス満塁でデッドボールのね えー、ところで1位同点に追いつかれることになりましたけど玉井投手ね、まあ、その前のジョーンズの時も初球のシュートかなちょっと高めに抜けたとこがあってで最後、まあ、低めのシュートが決まってて、まあ、あの状況で満塁なんで、まあ、もちろん玉井選手っていうのはシュートがね持ち味なんで行きたい気持ちも分かりますけど若干うさみがねベルト付近ぐらいに構えてたんでやっぱり満塁ではいくらシュートが武器でもやっぱり低めで、えー、万が一抜けたら手にすぐデッドボール当たるんで意図としては分かるんですけど満塁っていう,いう状況 考えるとやっぱり最低でもベルトより低く投げさせた方があのデッドボールっていうのはなかったかななかったのかなとまあそういうとこがね配球っていうよりリードっていうところになってきますけどまああそこの胸元っていうのはねまあ投げなきゃいけないちょって言ったら投げなきゃいけないのかも分かんないですけど状況的にちょっと酷だったかなっていうようなね配球に見えましたね。しかし申しか申送り事項で オリックスの皆さん言いませんでしたか杉谷気をつけてと今日の試合もねその水曜日の試合杉谷が出れば何かが起きるということでね5回裏ライトでねツーベース打ってその後ギズエフライで近藤が1点というね7回裏フォアボール出たら近藤がライト前でねそのイニング2点取るとで8回はねデッドボール出たら今度また近藤がセンター前でねその回も2点取ると、えー、杉谷が出れば点が入るっていう展開でねまあチームの、ね、波を杉谷が牽引しているのかなっていうところはね感じた水曜日でしたね、えー、30日ね7対3で日本ハム3連勝ということでね まあ杉浦が、ね、低,めの低めコースに、ね、投球し素晴らしく丁寧に、ね、投げてたかなという印象もありますしその中で特に印象だったのが、まあ、初回、ね、大城三振ゲッツー、ね、胸盗塁アウトというところで宇佐美の走塁目あの初回の、ね、三振ゲッツーというのは非常に流れからすると大きかったなと思いますし、まあ、2回、ジョーンズに、ね、あのスライダー三振そして T 横田チェンジアップライトフライで中川、ね、ストレート見逃し三振ということで、ね、この2回のこの3人というところの、ね、ピッチングものの見事にコントロール低さともに完璧になります 切りましたしその中でね好頭に報いるために太田がね4打数2安打3打点1ホーマーと素晴らしい、えー、活躍でもうそろそろ太田起きてきたねこの3年生も元気いっぱいのところを見せてますし太田が起きてくると日本ハムの逆襲が始まるんじゃないのかなっていうところのね怖さも感じましたねでまあオリックスとしてはねこれ山崎がね3回3分の1で7失点4回でね0対7というところでまあここで勝負あったかなっていうところで全体的にね先週はねオリックス何やってもハマるっていう感じでしたけど、えー、ここまでのカー水木は何やってもはまらないっていうね えー、ミス多いよっていうところがあるんで、まあ、週末に向けてねどう改善していくのかというところでね、全、ま、敗、あ、だけは免れたいですね、まあ、これが日本ハムオリックス戦ですね。さあ、続いてソフトバンクセーブというところで、えー、28日火曜日、9対4ソフトバンク、29日、4対2でソフトバンク、そして30日、0対6でセーブということでね、まあ、2勝1敗でソフトバンクが今リードというところですけれども、まあ、あの火曜日の試合はね千賀が投げましたけど、やっぱり状態がね、やっぱ悪いですね。まあ、本当はああのまあ 悪い中でもねその試合を組み立てるっていうところではねやっぱりエースだなっていうところありますけども若干こうね投げてっちょっと上向,上向くんですよね上向くことによって投球が高めになってんじゃないのかなっていうところがね若干気になる、えー、もう一回いい時のビデオを見てね見比べてみるともう,もうちょっとはっきり分かるかも分かんないですけど若干上向きすぎてるかなっていうところがありますねでももうちょっと結構荒れてたんで,あのまあんでスピードもねストレートも160キロ近い160キロ出てたかなストレートもありますしでフォークもね 高めは若干落ちは甘いですけど低めにきたら落ちますし逆に野、ね、的が絞りにくかったなっていうね西武打線あるかなっていうところもありますねまあでもなんといってもね打線が3、4番柳田がね右に左にね3回裏はねライトへ引っ張ってで5回裏、レフトへツーベースともう本当に右へ左で打ち分けるというところでねまあ、3回裏のライトへ引っ張ったなら、ね、セカンドいけるよ。バッチュ ねまあ、打った瞬間入ったのかなと思ったかも分かんないですけどああいったところはね好きなくセカンド狙いたいなというところもありますし、まあね、4番中村が5打数4番と5打て中村柳田グーっつ この2人がね、本当にあの打ちまくることによって、一気にね、えー、点を量産していくっていうね、ホークス打線の脅威が、中村復帰によってね、本当に変わってきたなっていうところもありますし、逆に西武はね、1、2番が4打数ノーヒット、4打数ノーヒットでね、チャンスが作れずっていうことでね、まあ打ち負けたかなっていうね、えー、ところですね。で、まあ29日水曜日、4対2でソフトバンクというところでね、まあ,あの、ここはね、ちょっとクリーンナップの差かなっていうね、山川、殿崎、中村がね、4打数0安ド、4打数0安ド、4打数1安打と、3人で中村のね、ヒット1本。 で逆にソフトバンク、柳田、中村、栗原でね4打数2安打、1打点、1ホーマン中村が3打数1安打、栗原4打数2安打、1打点というところでね、このクリーンナップの差がね、結局この4対2、僅差なところでね、あの勝敗に繋がったかなと、でもまあここはですねちょっとね、投手で、えー、見てみると、ですねこのね、別紙で、めちゃくちゃ。 調べたんでですすけど投球内容ですね分布、えー、和田がね本当に素晴らしいピッチングしてたんでその和田のねピッチング内容を探ろうということでね、えー、データつけていろいろ調べてみましたけど、えー、大体あの投球分布でいうと、まあ、ストレートがね全体の67%でカーブが えー5でえー、スライダーが21%、ツーシーム2%、チェンジアップ5%ということで、まあ、基本的に3分の2ストレートを投げていくっていうところで、本当にキレもありましたし、差し込まれる部分、えー、結構多かったかなというところもありましたね。だから、全体的に引っ張られてないかなっていうね、なかなか引っ張りにかかって、引っ張りきれてないかなっていうセーブ打線もあったんで、でまあ、三振9つっていうところでね、2回戸、ね、殿崎がインコース三振、切 木村、ね、インコースのまずストレート見逃し三振で3回森のね、えー、3球三振ストレートファールスライダー空振り最後ストレート空振りとで4回山川もねツーボールから。 スライダー空振りまっすぐ見逃しそしてまっすぐ三振というところでねこのツーボールからでも非常に三振を取れたというところでねストレートキレがあるでその中でスライダーを使っていくというところでねコントロールも良かったし的絞りにくかったのかなっていうね印象を受けましたね逆に西武の、ね、松本投手ストレートが67%そしてツーシーム9%でカーブが12%でカットボールが9%の縦すらが3%ということでこちらもねストレートに 比率で言えば和田投手と同じように3分の2が、えー、ストレートっていうところで。 えじゃあなぜこういうね大きなところで差がついたのかなっていうと一、まあ、つ和田投手と決定的に違うのが和田投手はですねスライダー特にねストライク率8割というところでほぼストライク変化球で取れてるんですよねあのボールも投げてるんですけどそのボールっていうのはほぼツーストライク後の勝負球にいったのがボールになってるだけで基本カウント取りたいところでは変化球でしっかりカウント取れたっていうところで西武打線がストレート変化球的が絞りにくかったなとかえ逆に松本投手はですねその変化球でストライクがしっかり取りきれ 入れなかったっていうところでストレートを連投することによってそれをうまくね柳田、えー、そして中村晃に仕留められたかなっていう印象もあるんでもうちょっと変化球がねうまくカウント取りできればピッチング内容としてはもっとさらにね良くなったのかなっていう印象がありますね、まあ、例えて言うならば5回、えー、3回裏のね柳田セカンドオロ、えー、そして5回裏栗原ね、えー、カーブまっすぐまっすぐカーブカーブカーブでスイング三振というところで、えー、こうやってカウント取りでね 変化球を使うことができたり変化球を投球内に混ぜることができたらこの3回の柳田選手として5回の栗原選手ともねしっかり抑えれてるっていうところもあるんで、えー、いいストレートも投げてましたしそこをもうちょっとね変化球の制球力が良くなればねもっと簡単に打ち取れるまあこの試合もねそんなめちゃくちゃ悪くはなかったですけどまあストレートに頼らざるを得なくなったところでねそれをしとめられてそのね失点で、まあ、負けることになったかなっていうところもあるんでそういったところね和田投手と松本投手のその配球の分布の比率からすると え違いはそんなになかったんですけど、やっぱりその変化球でカウントを取れたか取れなかったか、相手がそれを意識したかしなかったかっていうところがね、大きく結果が違ったかなっていう印象がね、データを取って思いましたね。えー、そして、今日の試合、えー、0対6で西ブというところでね、えー、西ブは与座投手ね、まあ、前回、プロ入り初勝利ということで、落ち着いた投球ができたんじゃないのかなと、まあ、5回にね、明石選手を高めのストレートから入ってからの最後三振。で 海選手にセンターオーバー、ね、ツーベース打たれるんですけど、まあ、周東選手を緩急をつけながら最後、ストレートでセカンドオーロで今宮投手には、えー、内外のコースの投げ合いでストレートで最後はセカンドフライというところで緩急つけたりとか、後手つけたりとかあとはアウトコースインコースのコースで投げ分けたりしながらねいろんな組み立てで勝負できたっていうところもね、まあ、落ち着いたピッチングができたんじゃないのかなとなん、まあ、といっても西武はね森選手がやっとお目覚めというところで、ねまあ、5打数3打3打点2ホーマーということでね、まあ打率 割部、分人と、まあ、ちょっとずつ上がっていってね、まあ、ここから森選手が打てばね、さらなる山賊打線の、えー、全体的なお目覚めかっていうところでね、素晴らしいバッティングだったなと、あとは買い打線でねスパンジェンバーグが4打数3安打、1打点1ホームランと、まあ、スパンが打ち始めたらね、開幕当初の西武の、ね、勢いついたっていうところもありますからね、この森選手とスパンジェンバーグがね、さらなに打つとね、チャンスメイクできて、あとは山川一発ね、どすこいが、えー、加わればね、怖いものなしの打線がね、完成するんじゃないのかな。あとまあソフトバンクはね、坂、え、東、ー、選手、徳島 中心めっちゃ応援してます、えー、投げましたけど、まあ、全体的に、ね、あの勝負どころは甘めに、ね、真ん中に集まったかなとそこを、ね、西武打線が迷うことなくミ、ね、ッションするなく、えー、仕留めたことが、ねまあ、4回3分の1並んで4三振2四九五失点というところになって、ねまあ、勝敗づいたかなと、まあ、6対零ですから、ねまあ、西武が、ねまあ、圧倒した与淀投手のグッピチェーン。ね 前回同様ね、落ちてたピッチングできたんじゃないのかな、モーリス・パンジェンバーグ、グッバッティング、ね、西武打線、まあ、この週末に向けてね、どういう展開になってくるのか、ね、この大敗の中でもね、ソフトバンクは柳田、3打数1安打、中村晃、4打数1安打とね、1本は必ずね、ヒットを打ってるということで、ねあの、侮れない、グッバッティング。 なかなかちょっと下が回りませんけど、ちょっと神気味ですけどね、そこはご了承ください。まあ、ここでね、まあ、2勝1敗、週末どうなるのかというところでね、まあ、ソフトバンクセーブも、まあ、面白い試合が、ね、続いてますね。さあ、続いてパ・リーグ最後はね、ロッテ対楽天、火曜日13対12、もう打ち合い、もう見てて大変、見てるだけで疲れた試合、えー、ロッテ。 サヨナラデッドボールなんやねんっていうね <laughs> どんな終わり方やねんみたいな、まあ、25日1対5で楽天そして今日30日が3対4楽天ということで現状2勝1敗で楽天がリード。 っていうところですけども、まあ、あの火曜日の試合ね、ね森原投手がね開幕投手の、えー、ストレートのように力がない、まあ、15球中フォーク1球だけというところで、まあ、ストレート勝負でいきましたけどもやっぱり何疲れもあるのかねちょっと本来の、えー、球筋じゃないというところでね、まあ、もっと変化球を使ってもよかったかなというところですけど、まあ、現状ね、ね、えー、中ではこれ厳しいなとこのまま行くんではどううななんだろうな1回リグで再調整してもいいのになと思ってねここに帰ってたところね、まあ、本当に再調整になって、まあ、しっかり、ねえー、もう1回 一回、えー、体を作り投げてね本来と投球できるように、えー、復帰してもらいたいなっていうところもありますしまあシャギアはね、まあ、あの至急支給さよならってね話にならないっていうところでねオリックスのねディクソン見てるようでしたね <laughs> まああとロッテとね、まあ、ロッテ先発三馬そして楽天先発石橋ともね両投手ともねまあ甘いしね球高かったかなっていう印象もありますしまあ井上ね3ホーマーグッツね素晴らしいライトライトそして最後レフトっていうところでねまあでもちょっとね この配球的にもまあ外外最後打ち打たれてねまあ後手踏んだかなとまあ2打席目ね3回裏にインコースねあんまり反応してなかったんですよねだからもっと使ってもよかったかなっていうところもありましたしそこをね使い切れなくて外外打たれてもう行くとこなくてね最後も森原の力勝負でね行こうって言ってた時に井上ね思いっきりチ位のサーンで引っ張り込んでね3本目というところでまあこの井上のね完璧読み切ったっていうところもね素晴らしいですしそういったところはねもうちょっとあのバッテリー含めて感して 観察、えー、しても良かったのかな？っていうところでね。井上聖よグーツごっちゃし。まあ、俺はね。一斗缶パフォーマンスの方がいいとえー、未だに思ってますけどね。あと2回裏田村7月初イットグーツ。ま、あなんとかね。精一杯やってるでしょうけど、結果に繋がるようにね。引き続き頑張ってもらいたいなと、えー、思いますね。まあでも両チームね。打ち過ぎ打線グーツ両チームともね。 本当にあの大変な試合でしたけどもあの喋りだすともうあ,のあいつはナイスバッティングこいつはナイスバッティングあの選手もいい、この選手もいいピッチャー、これはダメあれはダメになるんでももううここはもう省きます13対12ロッテがさよならデッドボール。ね えー、そして29日、1対5で、ね、あの楽天勝ちというところで涌井、何がいいのか、ね、さっきと、えー、和田、松本同様に、ね、調べてきましたけど涌、まあ、井投手はです、ね、比率で言うとストレート37%でカーブ14%でスライダー24%シンカー20%、えー、シュート3%のチェンジアップ2%ということで、えー、先ほど、ね、和田投手と松本投手ソフトバンク西武の、えー、ストレートが3分の2。 投げてましたけど逆に涌井投手は約3分の1ストレートあと3分の2は、まあ、変化球勝負っていうところでね、まあ、マリノ打線はその変化球をね全く対応できなかったかなっていうところもありますし、まあ、いいところを、ね、投げ切ったかなっていうところもあるんでそういった面ではね、まあ、これで確か5勝目ですかね涌井。 まああのトレードの、ね、話の時でも言いましたけど涌、まあ、井という男はですねこういう期待してくれると頑張るっていうね本質をがあるっていうところでね、まあ、正直僕自身も8勝から10勝くらいうまくいったら10勝くらいするかなっていうところのね感じで見てましたけどもう5勝ということでこのままいけば13勝くらい、えー、試合数減ってますけど下手したらいくんじゃないのかなということでね涌井頑張れ。まあ,あとはですねね井上の、ね えー、勝負注目して見てましたけど、まあ、井上との勝負が良、ね、かったかなとあの井上はちょっと崩されちゃったかな枠井の、ね、投球ずつにというところで、まあ、1打席目、ねえー、インコースストレートを見逃しですね1コースストレートボールそしてカーブというところでね、あのー、セカンドフライ2打席目もねまあのー、っすぐ高め使ってで、まあ、進化でスライダー、スライダー、スライダーと。 えー、三振、空振り三振ということでね、もう一打席目のこのインコース、インコースがもう効いててね、えー、若干二打席目もう、ち来るんちゃうか、また来るんちゃうかって言ってね、腰が開き気味になったかなと、三打席目はね、まあ、元通りに戻りながら、井上としては対応しましたけど、ストレート、ストレート、でスライダー、アウトコース攻めということでね、三塁、ファールフライ、まあね、前日の石橋の時きよりね、あれ、高めに投げてたらね、長打いかれたんじゃないのかな、あれ、低めだったからね、あのファースト、ファールフライになったというところでね、まあ ここはね、まあ、バッテリー含めて、まあ、ミーティングもあったでしょうけどもいろんなね、策を練ってやってきたことがね涌井の制球力そして、えー、緩急でそれをものにできたっていうところでね、まあ、うまくかみ合ったんじゃないのかなっていうところも、えー、ありましたね、えー。逆にロッテからするとねちょっとうんって思うところが、ねまあ、ロメノに対して、えー、小島がね誤解を回て、ま、えー、っすぐボールまっすぐボールチェンジアップボールそしてまっすぐをど真ん中に投げてホームラン、えー、なんでそこでど真ん中っていうね。スリーボールで外国人選 選手にど真ん中ののストトレーっってていいいううはなななかかねそれだったらまたチェンジアップとかね外すらとか変化球投げといた方がよかったかなっていうところもありますし、えー、そして次変わったね南が7回表ねストレート高めに外れてボールそして今度ストレートね3ベースっていうところでねえっていうねその,その前ストレートど真ん中ホームラン打たれてるのにまだストレートいきますかとでそれまあ何でかっていうと前日もねストレートセンターにね満塁ホームラン打たれてるのにまだストレートっていうところでね若干ここら辺は。 うんって思うようなね。 感じ見ててありましたねまあでもね途中あの一軍にね合流して南長野っていうところがね南は3球で1失点するわ長野に立ってば3四球ね1失点というところでね一軍上がってきてチャンスのはずなのに本人自体はねピンチになってんじゃないのかなっていうようなね、えー、姿投球内容になりましたからまあね今日南はねあのリベンジすることができましたけど長、まあ、野選手もね次登板する時にはしっかりリベンジしてね二2軍地の投球を、えー、同じようになんないようにね一軍の座をしっかりつかめるように チャンスを生かしてもらいたいなと、ああいうピッチングいきなりするとね、ファンの人もそうですけども、ベンチもね、はっ,っていうような、ね、感じになるんで、えー、そこはしっかり、ね、修正、えー、してもらいたいなと思いますね。で、今日30日の試合、3対4で、ね、楽天というところで、き、まあ、今日楽天ね、湯気投手、ね、下半身も使えなかったし、コントロールも乱しましたし、えー、僕が今年湯気投手の全試合見てる中では、今日一番、そのフォームの安定感というか、状態悪かったなというところでね、不安定さ、えー、ありましたね。しかしか 久保がこちらの久保は一応上がってきて初登板40歳でねマーティンを最後チェンジアップでねピッチャーゴロということでね久保グッズナイスピッチングあそこをねしっかり火消しできたっていうところでねツー、まあ、アウト一塁から火消しできたっていうところは、まあ、大きなね試合の中で分岐点に、えー、結果的にはなったかなとでもそこにちょっと疑問に思うのはツーアウト一塁で一塁ベースを開けてて角中に悠々盗塁されてしまったっていう作戦は いやあそこそんなに簡単に盗塁されてもよかったのかなとあれマーティンね久保が抑えたからよかったですけどあれヒットでも打とうもんならもう1点入ってたところであのファーストを丸々開けてでも略称で盗塁されるってちょっとどうなのかなっていうようなね、えー、感じに、えー、思いましたねあとまあ7回思ってね、まあ、小深田がスリーベース打って、えー、鈴木大地が初球スクイズしてキャッチャーフライダブルプレーになるんですけどまあ大地はね1打席目ホームラン打ってますしその後もセンター前フット打ってて、えー、ロッテ戦ね本当に上手 打たせてかかったたんじゃないのかと打たせて小深方にもうゴロゴロギャンブルスタートでいった方がセーフになる確率高かったんじゃないのかなと、まあ、これは結果論ですけどね、まあ、僕、今日中継してたんで、中継の中でも言いましたけど、まあ、結果論ですけど、あそこは慌ててスクイーズしなくてもよかったんじゃないのかなと、まあね、1点差っていうのもあったんで、まあ、中継人不安要素あるんで、まあ、2点、3点取っておきたいっていうね、ベンチの気持ちもかなり分かりますけど、若干焦りあるかなっていうような、ね、作戦面に見えましたねあと、まあ、今ね。 小方出ましたけど、こぶた方のプレーでいうとね、2回裏、1 3塁で鳥、えー、谷の、ね、セカンドゴロをホームに投げるんですけど、完全セーフっていうね、かなり体勢悪い状況をとって、えー、3塁ランナー見て、2ステップ踏んで投げて、えー、どうしたんやっていうね、ちょっと状況判断がばーッと。 ね、あそこはもうファーストでいいんじゃないのかなと無理してホームに投げてねさらに追加点を奪われてもなんだしもう完全セーフでねキャッチャーの太田ももう取った時点ではベースの大分前で諦めてたっていうところでねあそこの状況判断はもうちょっとね、えー、しっかりやってもらいたいなっていう感じが、えー、しますねあでもあの話がねちょっと変えりますけれどもその杉大地のね初球スクイーズもカ川ね多分あのカットだったと思うんですよサインはねで杉大一が構えた瞬間ねカットなのにアウトコース高めに外すっていうねあの対応力 カはグツね、変化球のサインでしたけどねそういうしっかり冷静なところね1、まあ、軍復帰してねいきなりまあ小深田にスリーベース打たれて失点のピンチになりましたけど自分のね経験と技術でそのスクイーズをね回避できたっていうところでね対応力グッと。テねマーーィンンがまあホームラン 打ちましたけども、まあ今ね7号ということででも7本中ね5本が楽天戦というところでねこのーマーティン楽天っていうね、えー、怖さ、えー、強さあると思うんでねまあ週末のねマーティンにもぜひイエス・マーティンね注目してもらいたいと思いますねああとまあ、岩下ね。 今日ストレートは本当によかったコースもね、まあ確かにあのー、浅村に、えー、狙われてホームラン打たれたりね、鈴木大地にね、えー、初回ホームラン打たれたり、まあ一発は浴びましたけど、本当にストレート調子良かったんですけど、まあなんて言っても変化球コントロール悪すぎるってね、でまあ終盤ね、その変化球をね、まあストレート意識されてるというところで、変化球打倒して決まりきらずね、フォアボール出したりしながら、ロベルにね、打たれたっていうのもあるんで、うん、良かった時に残念ですよねねももうちょっっと変化球も、ね、ししかり習得してね。 対応していければさらにいいピッチングできると思うんで次回当番に向けてねしっかり変化球のね制球力上げていってもらいたいなと思いますね。 さあ、続いてセ・リーグ、広島対中日、えー、火曜日2対3で中日で水曜日2対0で広島そして木曜日4対4で引き分け1勝1敗1分けというところでね。まあ、痛み分けっていうところですけどもまあ、何、あのー、て言ってもまあ、火曜日の試合はね、えー、中日1年ぶり先発のね、福谷が、えー、6回 89−4 安打10三合無失点ということでね、ゴペチェン。 素晴らしいピッチングだったなと、まあ、変化球がね埼のは3回裏ね田中康介に、えー、カーブボールでねまっすぐまっすぐでファール打出してインコースのストレートボール使って最後フォークボールで三振というところでね低めのあのフォークの、ね、切れ味は良かったなと思いますし、まあ、その後ね西川選手にフォークボールでねストライクをでフォークボールボールで,でツーシーム ストライクの最後インコースにね、えー、スライダー下も投げてね三振というところでね変化球のキレあ低めの制球、えー、素晴らしかったなとあとストレートが良かったのはね4回裏ピレラに対してねアウトコース低めのストレートでね見逃し三振そしてね、えー、5回裏外角の低めにねまたストレートっていうところでねあの素晴らしいストレートのねピッチング見れたかなっていうところもあったんで全体的にまあ いいピッチンググッドピッチングっていうところでね次回登板もかなり期待できるんじゃないのかなっていうね、えー、そして7回表ね強打、まあ、遠藤のねセカンドゴロ、えー、ゲッツー見込んでホーム狙いで三塁飛び出してねアウトっていうのはねバーッとね あそこちょっと攻撃のね、リズムをね、一致したかなっていうところもあるんで、まあ、ゲッツーになるだろうと思ってね、ホーム狙いに行ったところね、ゲッツーにならないで、そこを見越してね、3塁投げられてアウトっていうところなんでね、まあ、そういったところをね、もうちょっと上級判断したかったですね。で、まああの、5回裏ね、アリエル・マルティネス、セカンドスロー、4ね。 えー、守備力の高さっていうのをね、まあ、見せてるなっていうスローイングでしたねで、まあ、広島、クリンもね、えー、いいピッチングしてたんですけどね7回87球4安打3三振 3, 3 4球1失点ま、えー、っすぐカット 2CM ーチェンジアップカーブというところで、ねまあ、素晴らしいピッチングだったなと5回表の、ねえー、マルティネスに対して、えー、外のストレートでファウル。 でツーシーム、ボールツーシーム、えー、空振りで内にまっすぐ、まっすぐ最後も打ち投げてね三振というところでね、えー、しっかり打ち使い切ったかなっていうねあのピッチングも素晴らしかったですし全体的にねまあ福谷、栗ともに、えー、いいピッチングね仕切ったかなとでまあ、勝負をねあのー、決めちゃったのがまああの8回表のコリジョンというところでまああれねどうなんやっていうところでしたけどもまあ現状から言うとねまああれはセーフですね。でまあ 相澤選手が取って、まあ、あれ以上前にいくことはできないんであのベースをまたいだ位置で取ってしまったのはもうし方ないとしてそこから行くとしたらやっぱあの胸にねタッチしに行こうとしちゃったんでやっぱりあれ,あれは、まあ、手にねタッチしていく形で自分からタッチしていかないで、まあ、ベースの上でね待っとかなきゃいけなかったかなとでそこをねちょっと追い立ち気味になって、まあ、タイミング的にセーフでね、まあ、あの解説者の人もね あれがセーフになったら野球がつまんなくなるって言いますけど、まあ、結局あれはセーフっていうねあのルールに基づいてやらないとタイミングだけでアウトにしてたらねあの何でもかんでもねアウトかセーフがよく分かんなくなるっていうところもあるんで、まあそこはね、まあ、これからのねあの勉強として追いタッチにならないでベースの上に置いといて、えー、手が来たところをタッチするっていう形にね、まあ、していくことしかキャッチャーにはできないかなっていうところもあるんで。 まあもしくは、もうちょっと一塁側の方向で取ってからタッチしに行くとかベースまたいで、ねえー、若干、その後ろらへんの、ね、ファールグラウンド上に体がいっちゃったんでそういったところも取る位置もね、えー、若干あのその後のタッチに対してね不利益得たかなっていうところもあるんで、まあ、取る位置あとタッチの仕方っていうのを変えていく必要はあるね、まあ、ルールとしてはね、まあ、あれはセーフというところでね、えー、キャッチャーがどうにかしていかなきゃいけないっていうね、まあ、問題ではあると思いますね。 えー、そして29日ね2対0で広島ということでね、えー、中日松葉、えー、7回94球5安打5三振2四球。 1デッドボール2失点ということでね、松葉もぐ、まあ、前回同様ね、まあ、いいピッチングできたかなとね、えー、ただ気になったのが、まあ、この対角線のね、ストレート、カットはね、本当によく見えてたんですよね、えー、それなのに、まあ、2回裏ね、鈴木誠也に三振、えー、した時もですね、えー、外のまっすぐからツ、えー2シーム、最後インコースの見逃し三振というところでね、素晴らしいインコースのストレートを見せましたし、4回裏、堂林にもね、インコース、ストレートで、カット、カットで、ワ、え、ン、ー、ボール、ツーストライクになって、最後インコース、ストレートで、 えー、三振とというところでねやっぱりインコースのストレートカットはね本当に素晴らしいピッチングできてたんじゃないのかなって思う中、まあ、6回ピレラに対してアウトコースアウトコースチェンジアップでインコースのカットで最後アウトコースに行ってセンター前で堂林にカーブまっすぐカットカットで全部打ち打ち打ちと攻めて三振でその後鈴木誠也にチェンジアップチェンジアップで ホームランっていうところでここぞで今日良かった球を使わないで外に逃げちゃったところでピレラのセンター前鈴木誠也のホームランっていうところにつながっちゃったんでその間に堂林の時はしっかり打ち攻めてるじゃあなんでこれ打ち攻めてる時と打ち攻めれない時があるのかなって考えた時にストライク先行だと打ちガンガンいけてるんですよね全体的にでもボールが先行しちゃうと外に一点変わるんですよねでそういったところでミスコントロールが起きて打たれたっていうところもあるんでそういうボール先行ストライク先行 打ち、まあ、ばっかり行くわけにはいかないですけどそれによって、まあ、不利なカウントの時に今日調子良かったインコースを使わないで、まあ、それを打たれてしまうというのは、ね、若干ちょっと後悔残るかなと良かっただけに、ねえー、そこはちょっと気になりましたね。で逆に、まあ、広島、野村7回表に大島に、ねえー、ライト前ヒットそして阿部にセンター前ヒットノーアウト1、2塁という、ね、ピンチを作りますけど。 野村の良かったのはツーシームですね、えー。この試合見ててね。で、その中でビシエドにね、ツーシーム、ツーシーム連投して五四三ダブルプレー。で、高橋周平には、まあ、ツーシーム、ボール、スライダーボールで最後。 ツーシーシムって言ってガイアフライに打ち取ってもうその今日良かったツーシームでピンチの時に勝負できてんでそれでしっかり打ち取ってピンチを出したっていうところでね勝ちにつ、ね、ながったかなとだから一番のキーポイントはここ一番で今日状態が良かった投球をしなかった松葉ここ一番で今日状態の良かった投球をした野村っていうところでね勝敗 がついいちゃったたかなっていうとうころは感じましたねあとまあ4番の、ね、鈴木誠也の6回裏のホームランが大きかったですし逆にビシエドが、ねまあ、ノーヒットというところで、ね、この4番の差がピッチャーの,、ね、この選択の差というのが、ね、ついた試合になったかなとで、まあ、今日30日は、ね、4対4の、ね、引き分けになりましたけど、ね、今度はビシエドが、ね、いいところで打って、ねまあ、引き分けに持ち込むと言ってたところでしたけども,、まあ、もう、ね、広島もう中継ぎをどうにかするしかないという、ねまあ、今日も勝っていたところ、ね、追いつかれたというところもありますけども今度広島がね 今シーズン上位に行くためにはもうこの中継ぎ陣をどうするかをもう,かんもういる人間で、ね、やるしかないし僕自身答えを持ってるわけじゃないですけども、まあ、それを、ね、どうにか頑張ってチーム内でやっていくことが浮上のきっかけになるんで、まあ、そこを、ね、どうにか、えーまあ、ファンの皆さんも、ねまあ、思ってることでしょうけどもポイント逆にポイントだけがそこなんでそこなんとかしたいですね、まあ、でも一勝1杯1分けと、ね、痛み分けになりましたけど、まあ、週末、ね、どういう展開になるのか、まあ、楽しみにしたいですね。さあ続いてヤクルトで 阪神えー、火曜日5対20、阪神勝ち、ね、もう大勝ということで、えー、29日3対1、ヤクルト、そして30日、6対0でヤクルト、まあ、ヤクルトが、ね、2勝1敗で、えー、初戦、大敗して、ね、どうなるかと思いましたけど、しっかり勝ち越したっていうね、えー、3連戦になりましたけど。まあ、日の,28日の試合はねもう イノがねね見てててももも力なもないしキレイもないっていしっう、ねまあ、エスコバがね初回いきなりエラーしてね何でもないショートゴロねでまあ初回ワイルドピッチ2回エラーとねフォアボールで3失点で2回もね2四球で4失点ねで3回エスコバアクソウ球、えー、近本セーフティーねあの村上そんなゆっくりしてたらセーフになっちゃうよというところでねあのセーフになって。 まあ、坂本がけ、ね、ん制悪送球タイムリーエラーで2失点というところでねももううこれはもうもう投げててもあれだしミスばっかりしてね、まあ、これはもう仕方ないっていうねこんな試合してたら負けますよとまあでも、まあ、いっぱいはいっぱいとしてねまあ悪いところは出たかなとその中でもね、2回裏、宮本プロ初ホームランおめでとう、グッ <Good S 2> ホームラン、ね、宮本、グッバッティング打った瞬間でしたねあと8回裏、塩見ホームランチャンスを生かせ、ねねまあ、こういったね まあ、いいところもあったかなと、まあタイガースはね、もううちも打ったりなんで、満塁ホームラン打ちまくろうってね、もう褒めてたら、えー、もう2時間ぐらい経っちゃうから、もうやめます、まあ唯一思ったのが、近本のね、セーフティー、村上の守備位置とかね、よく見て、えー、セーフティーしたなっていうところもあるんでね、えー、ナイス判断っていうところね、グッねあとやっぱり、申し送りで言いましたけども、虎がね、猛獣になっちゃうよっていうところでね、この火曜日、猛獣になっちゃいましたねねちちょっっと20水曜日から、ね、猫になっちゃうんですけどね。 え水曜日はですね3対1でヤクルトの勝ちということでねヤクルトはねもう長谷川がねぐワっと糸井のね ストトレート完璧、7回裏ね、あそこで火消しできたっていうところがね、この接戦をものにできたっていうところもありますし、まあでも中継ぎがね、まあ、フォアボールあったりとか、まあ、疲労感満載だなっていうところもあったので、もう先発なんとか頑張れ、ね、原5回、89球、5支球、それは変えられるよっていうね、5支球も出してたら、でもこれ、先発頑張んないと、中継ぎどんだけよくてもう絶対バテてくるんで、先発ね、頑張ってほしいなっていうところもありますし、まあ、ガルシアの、ね、からね、村上がレフトにホームランっていうところでね、あれが今年の進化ですね。 こう確認も打てるよってことでモラカミグーッツナイスワッティングねであと塩見は6回2000連発センターバックスリング塩見グー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 ,グーまあね帝京大学の後輩としてね塩見にはなんとかねこのチャンスを生かして頑張ってもらいたいなっていうところも、えー、ありますね逆に阪神いいところありました餅好き 1>, 1回3分の2ノーヒットピッチングということでね、まあ、ストレートが大体153キロぐらいで、まあ、カット気味なのかなまっすぐなのか148キロぐらいのカット気味のボールで、まあ、スライダー138キロというところでね素晴らしいピッチングだったなというところもあるんでね、まあ、これからねしっかりもっともっと頑張ってほしい望月グッナイスピッチング、ね、あとあの7回裏ね上田西田の、ね、セカンドゴロジャンピングスローでファースト悪送球って、ね、西田の足考えてもねあそこはジャンピングスローいらなかったんじゃないのかなっていうねもうちちょっと落ち着いて ってねえー、プレイしてもよかったんじゃないのかなというところでねバッと。 まあタイガースはね十三ざんリ一本出ずということでね前日二十点取ったのにね一、えー、日でこうなっちゃうのかっていうねまあこれもねプレイ球あるあるですよねまあよくあることかなっていうところでねまあ仕方ない試合まあヤクルトとしてはね中継ぎに踏ん張った完璧な試合がねできたかなっていうところですよねえー、そして三十日六、えー、対零で、えー、ヤクルトの勝ちということでもヤクルトは高橋八回百八九三安打六三死二四四球無失点というところでマスカーブスライダーチェンジアップで、ね、力もありコース もタカスもグーピッチングをしかも八回投げてグーグー最高ーっていうところでね中継ぎ陣もね休ませることができたっていうところで素晴らしいピッチングでしたね。まあ特に五回はね梅野に対して、えー、ストレート低め。 で、ストライクでカーブで外でストライクとって、チェンジアップボール、スライダーボール、チェンジアップボールで最後、打ちズバッといってね、見逃し三振。えー、そして北条に対しても、打ちストレートボールでチェンジアップでレフトフライ。で、上田に対しても、外ストレートボール、外ストレートストライク、チェンジアップでライトフライとね、コース、低さ、特徴的なね、このイニングだったかなと、ナイスピッチングでしたね。あとあの、8回ね、一四満塁でね、8日の打席ね、463、ダブルプレーということでね、最後、気合のストレート、ガー、ね よく踏ん張ったたかなというところもありましたね、まあ、阪神はね藤浪投げましたけど、まあ、打者8人全員左ということでね7回115球8安打13死1死4失点と、まあ、でも前回に比べたら安心して見とけるようになったかなっていうところはありましたねでも多分それはバッターがほぼ左だったんで、まあ、その抜ける球を意識しなくてもよかったっていうところで藤浪はちょっと投げやすかったのかなっていうところもあるんで、まあ、全体的な評価としてはやっぱ次回持ち越しかなと。 まあ藤浪を応援している、ね、タイガースファンの皆さんからするとね、いや、藤浪からしたら上等やろっていうところでね、ありますけど、やっぱりプロの1軍のレベルって考えるとね、まあ、もちろん素晴らしかったですけど、そういうまだ右バッターになった時にどうなるのかっていうところでね、まあ、あの評価判定は、サズざキとしては、サズざキチャンネルではまあ保留と、次回に向けて再チェック。 っていうところになりましたね右バッターはね若干抜けてきてデッドボールもあるか怖いかなというところでね高津監督も8人ね、えー、左が並べてっていうところになりましたけどそれがねしっかり反対方向を打ってたりとか、えー、甘めにくる球を、ね、見逃すとヒットを打ったっていうところでね出た選手、えー、いい対応できたかなと、まあ、逆にタイガースはね最初藤浪が踏ん張ってたところでねそこでパンパンと点取ってるとね藤浪の勝ち投手っていう権利もあっただけにね、まあ、打線の援護がなかったかな、まあ、それだけね高橋のピッチングが素晴らしかったかなっていうところもありますし何と言っても守備 がね。よく頑張ったですね。ヤクルトもね。あの青木弘岡上だとね。 ディフンス難しいブレー、ファインプレーもありながらね、えー、守備面もね、この高橋をよくね助けられたかなっていうところもありましたね、逆にタイガースはね、えー、7回、北条がね2つのエラー、藤浪もエラーしながらね、まあ、3エラーで3失点というところで、最後はバタバタしながらね、チーム足引っ張ったかなっていうところでね、全体的にはミスの中でのね失点が勝負を分けたかなっていうような展開、まあ、藤浪に対しては、まあ、来週の、ね、ピッチングを見て、どうなのかなと。でも 先週よりりはは明らかかにい,いピッチングはしててたかなっていう印象はありますねさあ最後に、えー、巨人対 d n a、えー、火曜日4対2巨人、えー、そして水曜日2対3 d n a 木曜日2対4 d n a というところで、まあ、火曜日の試合ね d n a 7回ぐらい一・一塁、ね、ランナー4、ね、ワイルドピッチで三塁へ行くんですけど飛ばたらねまずあのワンパン止めれるっていうところとあのゆっくりね一塁がベンチに転がっていってるのをゆっくりおわいていってるのはダメまず全力でおわいていって取ってから判断。 東京ドームのあのファールゾーンの狭さでファーストから三塁に行かれるっていうのはバッと大分バッとね。 えー、もうちょっと必殺を持って後処理しなきゃいけなかったかなっていうところもありましたね。あと d n a で思ったのは、まあ、2回表ね柴田がフォアボール出て石一塁イノーバンドせず三振、えー、で西一塁で梶谷レフトフライっていうところでね梶谷、まあの打撃も当たってるというところでバンドじゃないんかなっていうところはねいつも思うすねそこで伊ノーのバッティングに期待なのかここってどうなのやろうっていうね作戦面なんでねどう何がどうか分かりませんけどもどういう理由なのか真剣に聞いて ててみたいいなっていうところあありますねあの勉強のためにねそこであそうなんだっていうね新しい発見があれば、えー、知識としてかなり増えることもありますしそういった面はねまあ、聞いてみたいなっていうところがあるなと思いましたねまあ、ジャイアンツはね8回裏亀がねレフト前ヒットでダイソーマスターが出てきてね盗塁 で丸タイムリーでね帰ってきて勝負ありということでね真っすぐだーわっつね本当にいいところのね仕事できてますねで4回裏ね岡本のあのインハイのホームラン腰の回転で腕の畳みあれをしっかり持っていけるっていうところもかなり放物線高くは上がりましたけどあの素晴らしいバッティング進化が止まらないっていうところですよねまあ、あと8回表高梨がねここまで4試合無安打っていうところでね今日も、 このの火曜日の試合もいい働きして高梨グワッツね楽天から来たね高梨ウィーラーは素晴らしい本当にね活躍でジャイアンツのね首位原動力になってるんじゃないのかなとでまあ菅野はね先悪いながらもまあこれぞエースっていうピッチングでしたねまあ調子自体はねいいように思わなかったですけどもまあ菅野本人もねよくはなかったとコメントで言ってましたけどまあ7回ねえ2対3まあ最後、ね振り絞ってあの投球ね梶谷にフォークフォークフォーク。 スライダーツーシーム外ストレートでねえショートゴロで外に対してもストレートスライダーストレートスライダースライダー外外外外,外,外でえ三振でオースティンにもね外スライダーからブリ外スライダーボール外スライダーファールの外スライダーで三振ということでねこの最後ね気力を振りしながら投げたね調子の悪い中でもこの試合をまとめれるっていうねさすがエースっていうツガーのピッチングでしたねでまああの水曜日はねタカジョが 22日以来の2試合連続ホームラングーッと浜口の時にはね高城が出てきますけどバットでも貢献高城グーッとナイスホームランというところでね、まあ、あと山崎康明がね7回配置点かというところでね、まあ、全力で投げてるのは分かるんですけどやっぱ腕が振れてないんですけどね。 まあ、下半身使えてないんで上体ばっかり振ってね顔も振りすぎ状態振りすぎっていうところでねあの力の加わりが半減してるんじゃないのかなっていうピッチングにね内容自体見えますけど、まあ、三島がね初セーブプロ入り、まあ、ストレートも力ありましたし、まあ、三島にねこの今現状、えー、頑張ってもらうしかないなでもまあ素晴らしいね初セーブのピッチングだったな三島、ゴッツ。ね 感じでしたね。で巨人都合ね、まあ開幕当初に比べるとやっぱりちょっと立ち上げ感がね否めないかなと関心力ぐっとね、えー、前にね行く姿勢の中で体重乗ってないかなっていうところはありますけど、まあ悪いなりにねこの都合もう,うまく試合ねまとめたかなっていうところはねさすがっていうところはありましたね。六、えー、回ね吉川、七回茂野もね八回松田と足代わりね終盤はやっぱり脅威だなとねそういったところから点を取りに行けるっていうねジャイアンツのそのベンチからのね新戦力っていうところ。 ま、ね、っすぐいいな,な,なんかね11球牽制もされながらそこからしっかり盗塁していくっていうね、まあ、素晴らしい、えー、プレーだったんじゃないのかなとで、まあ、今日の試合はね何と、まあ、言っても大貫がねグッと、ね、あの3回裏岡本にカーブ空振りフォークファールスライダーまっすぐフォークで最後三振というところでね 物語、今日のピッチングね、あの岡本の3回見た時にね、ああ、いけんじゃないかなって、球は低いし、コースに投げるしね、まあ、7月23日ね、えー、同様、本当に素晴らしいピッチングだったな、まあ、そして d n a で言うとね、途中出場のミネ井が、2打数2安打1打点とね、7回、えー、1、2塁からね、レフトへタイムリーということでね、まあ、高城といい、ネイといいね、バッティング、で d n a キャッチャー、ガッツ、しかもいいところで打つっていうね、えー、素晴らしい試合展開だったかなと。 え巨人ねでもメルセデスもね本当に素晴らしいピッチングメルセデスも本当今年、えー、投げてる試合はほとんどいいピッチングしてるんじゃないのかなっていうところでねあの安心感あって見とけるなっていうねあとまあ一番気になったのはねまあ皆さんも思ってる人、まあ、いるかもわかんないですけども8回のね三塁増田一塁パーラーのねダブルスチールっていうところであれひょっとこれ僕が勝手に思ってるだけですけどひょっとしたらサイミスかっていう。 パーラーの的な感じがあると思うんですよねもしあれで成功させるとしたらキャッチャーがセカンド投げた瞬間マスダならホーム突っ込んできてると思うんですよねダブルスチールで1、2塁間に挟まれる中でホームに返ってくるってちょっと作戦的にはリスクが高いっていうかイレギュラーなあの形の中での対応になってくるんで本当のサインだったらキャッチャーが手離した瞬間マスダだとホームに突っ込んでくるのがダブルスチールなんであれは サインミスなのかもしくは増田が躊躇して走れなかったのか分かりませんけど若干見てて違和感ある、えー、プレーだったかなと、まあ、真相はね敗の中なんでどうなのか分かりませんけど若干気になったね、えー、プレーではありましたねでもまあ d n a がね2勝1敗と首位ジャイアンツにね勝ち越してね、えー、この週末お互いねチームどうなっていくのかっていうところが気になりますねさあということで今日 も全18試合12チーム、えー、3連戦すべてチェックしていきました、えー、この週末ねどうなってくるのかっていうところをね見ながら楽しんでいきましょう、えー、長い時間ご清聴ありがとうございました